皆さんんままたまたこ今日はね時間もこれい,いっぺんに 3, 個3本撮りしてるんだけど本当に話したいことが本当に多くて何なんだろうな僕もう全然喋るタイプじゃないんですよタイプっていうかそれも決め,ちゃ決めつけもよくないけど僕小さい頃ねもう一と言も喋んなかったんですよ外でもうみんなにもうバカにされてたくらい喋んなかったんですよ本当に恥ずかしがり屋だったのか家にいた時はもちろんねもう 話したんですけど外に出た途端もう一言も喋んなかったんですよ。で覚えてるのはユースオーケストラとか何て言うんだう子供のオーケストラ土曜日に行くオーケストラがあってそこでもまあ一応ね僕う,うまい方だったので年上のねオーケストラに入れ,させた入,れ入れてもらってたんですよ。あの例えばだからなんだ中学生だけど高校生のオーケストラでパーカッションとかベースとかやってたんだけど。 ももうその子たちもねその中学生からしてみたらもう高校生あ中学生じゃないかいや本当に5年生とか56年生ぐらいの時にもう高校生の人子たちと一緒にしていい、ね、あのオーケストラとかしてて弾く時はもちろん自分なりに大きい音で弾けたと思うんですよだけどしゃべりかけてきたらもうおおって感じでもうもじもじしてもう何も言えない 誰かが僕のために言ってくれるみたいな本当に喋んないなーってね感じだったんだよねけどその後に何年,が何年後かにそのオーケストラで指揮をすることになったりコーチングすることになって、まあ、呼ばれたりしてその時はちょっとずつ喋れてその時に言われたのがそのディレクターとかに「いやーし喋るようになったねあなたー」って言われてさまあそれでもねそんな喋んなくていい時は全然喋んないんだけど今はね あで、それはさておき、そう、今日の感想はね、あの今日の動画は、えっと、ともや青森カルテットを、えっと、何、演奏し終えて、もう全部の曲出してたんですよ。あの今のタイムラインで言うと、今はあの、4月16日なんですけどね、今、このビデオ撮ってる時点では。で、昨日、15日に5個目、もう全部撮り,り終えて、えっと、アップロードしました。 でちょっとその感想を言おうと思ってねいや本当に最高だったんだよねそれがまあもちろんね話せばすごい長くなるんだけどまあ、バックストーリーとして僕がこの楽器を手に入れたのが、まあ、1月ぐらいだったかな1月ぐらいだったんですよ2023年のでそれでいやこれすごいと思ってこれで何をしたいかというと自分で考えてるんですよこの楽器で何をしたいのかな自分はってで練習し始めたら 全部やりたたいいっててう答えが出てきたんですよあのジャズもやりたいしむしろクラシックもちょっとやってみたいのかなってだからえっ、ー、といろんなさこの,あのディズニーの曲とか自分の曲とかもビューティフルな感じで。 曲もやってみたいし、まあ、そのうち、もしかしたら、も何でもありだと思うんですよ。例えば、バンドで、もなんか、例えばね、あ,あ、これ、ちょっとあるんだけど。な、なんだ、これ。あ,あ、これ、さっきやってみて、かっこよかったんだよね。結構、前の動画では、さ、いや、こういうの使うかなって思ってたけど。今、考えみたら、考えてみたら、もう、何でもありでいいじゃないかってね。もう。 流れるままに身を任せ自分はやりたいことをやって練習すれば楽しいことが起きるんじゃないかっていう感じになってきてだから本当に例えばどっかのバンドで、ね、なんかチェロが必要でそこでちょっと一緒に弾くみたいないうのもあるかもしれないしもう何でもありでよしいっぱい何でもやろうって思った時にいやじゃあどうしようかなって思った時に友達が、まあ、その裕太さんね裕太さんにあのちょっと。 レコーディングししたたいかなって話したんですよこの楽器をあ違うかその前にうたさんがねうちに遊びに来たんですよあの娘を連れてあの僕の息子と一緒にプレイデートしたいなということで来た時にこの楽器が来る3日ぐらい前に来たんですよこの楽器が来る3日ぐらい前にいや裕太さんあのねその僕前、まあ、ベースとかチェロとかアクースティックの楽器やってたんですけど 最近ちょっと面白いものを見つけて「え何ですか?」って言われて「いやこれをこの楽器があるんですよ」って言ったら「あ一応聞いたことあるけどあのどういう風なえな何て言うかその一応楽器としては知ってるけど直接見たことないし何ができるのか分かんないけどいやそれでジャズやってみようかなって思ってるんですよ」ってね言ったんですよ。で多分ね普通の人だったらそこで「えなんで?」 って言われるとと思うんんんでですよねあのなんでそんなそことしたいやジャズやるんだったらまあ普通まず考えてチェロはないですよねジャズチェロなんてそんなやってる人いないしだったらジャズでサクスフォンやるとかまあバイオリンでやる方が無難じゃないですか、まあ、ピアノとか何でチェロでって言うと思うんですよでしかもそれでエレクトリックチェロでジャズやるなんてなんかもうね変中の変じゃないですかでそこでユー太さんがえ面白いかもしれないですねって言われてえっ そんなこと思ってくれる人がいるんだってね。一応まあユウタさんのとこも礼式も,う歴,史も歴史もすごい長いんですよ。一応僕元はユウタさんの先生で、そのベースを教えたりして、でそこで僕のトランスフォーメーションを見て見ててくれてるんですよね。<laughs> あの結構前から生徒でそこで。 フィフス・トーニングとか、まあ、知らない人は知らないでいいんですけどベースの中でトーニングを変えてやったりファイブストリングにしてみたりとかそこでチェロに動いたりとかでその次にエレクトリックチェロに動いたりとかあ、まあ、チェロでもなんかブストリングチェロもやってみたりカーボンファイバーやってみたりあそれ今度話しますねもうここに至るまでのそうこの前も言ったかそれを今度やろうかなでそれで話してて「いやそれいいんじゃないですか?」って言われて「あいいんだ」って手に入れたんですよでそれで裕たさんからテキストが来て その1週間後か2週間後に「え来たんですか?」って「いや来たんですよ」「最高なんですよ」って言ってでそれで1か月2か月ぐらい経ってねあ2月ぐらいかあ3月2月の終わりぐらいかなゆうたさんに僕がデキストして「ゆうたさん準備ができましたジャズをやりましょう」って言ったんですよ。 ジャズカルテットでレコーディングセッションっぽくビデオを撮りたくて YouTube に見せてあげてこの楽器を見せたいんですって分かりましたあのその前にあの一緒に弾いたことがあるメンバーたちがいるんで,で僕もその,、まあ、そのコンサートに呼ばれて行ったんですけどでそこで弾いた時の中間雅さんとか洋、えっと、介さんとか行ったところで「じゃああのメンバーでやるのいいですか?」って言って「あじゃあお願いします」って言ったらその次の日かなんかに「あ あと「週間半ぐらいででどうですかえー、そんな早く!」って曲決まってないのにって思ってで曲決まってそこの時点で「よしじゃんもう曲も何にしようかな何にしようかな」って僕が好きな曲僕が一応知ってる曲もあるしちょっとまあ遅い曲もあれば早い曲もあれば、えっと、なラテン系もあれば本当に僕が自分のなんだ音楽性を最大限に引き出せるような曲を あの選んだんですよで選ん,でえっとなんだそのフォームとか書いて誰がどれくらいど,のどこの時点でソロをやるとか書いてもうテンポとかもやってでもそこでもひたすら練習してでその時にま1週間半で空いてますって言ってえどこでやろうかってことになってでレコーディングスタジオもいいけどうーんまあ高いっていうのもあるけどなんかもうちょっといい感じな,なんか雰囲気が出てる。 例えばタイニーデスクコンサートってあるじゃないですか NPR でそういう感じの場所がいいなって言ってああそういえば昔一緒に一緒のオーガニゼーションに入ってたその人たちの家がもう超良かったんだよなって思ってその人に連絡したらいや使っていいよって言われて自分で全部持って機材を持ってくれば使っていいよって言われてえっほにありがとうって感じでもう全部がねもうトントン拍子っていうのもう超うまくいって。 でもメンバーもすぐ見つかってこの楽器が見つかってその2ヶ月後かなんかにもレコーディングすることになってみんなゆうたさんもあ「あいいですね」ってやってで場所を見つかってでそれでその裕太さんの友達の三み富みさんもあビデオやってくれるってことになってだからビデオの人もいるしでゆうたさんが,あのがあのレコーディングの機材とかミックスマスターもお願いして他のみんなには もうスタンダードだからもうリハーサルもなしなんだよね <laughs> だもうみんな知ってる曲だけだからだらけだからだからもうチャットフォーム書いてもうほぼなんだろう一発テイクだったのかなそうだね最初のビリーズバンスは一発テイク2回目も一応やったけどあ1個目の方がいいなと思ってテイク1を使いましたでその次何やったんだっけその次はブラックオフィアスかなブラックオフィアスは1回か1回か <laughs> すいませんあ違うかチャイルド・イズ、ね・ボーンねチャイルド・イズ・ボーンいいよね曲がいいんだよねあれは2回やった1つのコードの場所がみんなとちょっと合わなくて僕が書き忘れてたのか <laughs> すいませんで「ブラック・オフィアス」もワンテイクでしょで「カンファメーション」もワンテイクねわああれはもう早くてねあの時点では僕はもうあの曲がもう難しくて難しくて練習するときには 難しくて難しくて <laughs>。今ではもうちょっと楽になったかな。もしかしたら。で、もう最後のオータムリーブズがもう大鳥っていうの。自分の中ではオータムリーブズがもう弾いてる時にもう幸せでしたね。みんなと一緒に弾いてる時に。わあこれがグループ感っていうのかな。これがもう音楽の最高さ。 なのかななって思った時にもう、うん、なんか涙が出るくらい「うわーこりゃあ気持ちいい」って感じで弾いてました。でも分かると思うけどでもメロディックの感じが出ててもう僕もみんなと一緒に多分ねあれなんだよあの5個曲あったじゃないですか。もうでその中のもう最後の曲ってなったんで,で、まあ、リハーサルなしでやってたから本番ぶつけ本番でやってたから。 最後になっててみんんなの感じが出てきたんですよねあこういう感じなのかでも、まあ、向こうもさエレクトリックチェロと絶対弾いてるわけないじゃん <laughs> 常に「はい私エレクトリックチェロと一緒にドラム弾いてます」っていう人いないじゃないですか、まあ、だからエレクトチェロってどういう感じなんだろうって思いつつ多分それで何回かやってるうちになんでレコーディングセッション自体は1時間半とかだったのかなでそれで最後でもうみんなの一体感がすごくて。 自分の中での、あのー、見て見返してみて一番いいのはなん <laughs> だろう <music> えっとね僕のソロから僕のソロで最初はすごい小さいもうビューティフルな感じだったじゃないですかでそれでちょっと盛り上がってきてでも最後でよぎったんですよ頭の中で「あれこれどうやって戻る?」 最初のメロディーのゆったり感どうやって戻るってやって。で、なんかソロでこういう風に戻そうって思ったらそれが出てきてそれでみんながそれについてきてもう超小さい超いい感じになって最後のメロディーに行ったんですよ。だからもううわ、最高って思いましたね。いやー僕もこんなにね 最高って思うこと結構少なないのかなコンサートで。例えばクラシックのコンサートでもうもちろん最高って思う部分もあるけど何なんだろうな今回のおやつはやっぱ自分が企画したっていうのもあるかもしれないけど本当にやりたい放題やりました僕。<laughs> 他のみんなもついてきてくれて本当にありがとうございました。ということでね そうでもビデオも後で撮ってくれてゆうたさんからも「ゆうたさんもさあのこの楽器自体がどういう音を出せばいいんだろう?」ってねミックスですごい悩んだみたいなんですよそれもそうですよねだって聞いたこともない楽器なんですもんでそのエレクトリックチェロじゃないですかでエレクトリックチェロで本当のアクスティックチェロみたいな感じの音を出すのかエレクトリックチェロの感じを出すのか もう本当にガリガリリのの音を出すすか分かんないですよねだからもう僕言ったんですよもうエレクトリックなんでエレクトリックっぽい感じでいいですよって、ね、そのなんていうのあるじゃないですかこ,のこういう楽器だけどできるだけアコースティックの楽器の音を出したいってやっぱ僕の中ではいやアクだったらアコースティックを弾けばいいじゃんってそのアコースティックを弾きたくなんだアコースティックを あの今持ち運びできないからエレしょうがなくエレクトリック小さい版を持ってけどエレクトリックでアクオスティックの音を出したいっていうのは僕はちょっとえだったらアクオスティック使えばいいじゃんって思うんですよね。僕はエエレレククククトトリリッッの音が好きだからエレクトリックを弾いてるんですよだからエレクトリックの良さをいっぱい出したいと思ってユーダさんにちょっと何回かミックスを変えてもらってお願いしたら最後の最後の方で。 なんとなく分かった気がしますって言われて、いや、すごい嬉しかったですね。で、その時にはもう本当にこの音作りとか、えっと、もう自然、本当にしてなかったんですよ。だから本当に何もない状態。こんな感じだったんですよね。<noise> これで音作りしてくれて本当にお疲れ様でした。いやみんなもね本当にあのついてきてくれてっていうかもう仲間になってくれて本当にありがとうございました。あの聞いてない方はぜひとも青森カルテットであの検索してじゃ僕のチャンネルにあるんでで。 うーん今で言ってもいいのか分かんないけど、このメンバーでね、いろいろいっぱい他の場所で弾いてみたいなっていう願望もあるんで、もし聴いてくれれば嬉しいです。ってな感じで、本当にありがとうございました。場所提供してくれた人もそうだし、で、あの、メンバー、弾いてくれたメンバーもそうだし、で、あの、ビデオとオーディオと、全部やってくれた人たちに、本当にありがとうございましたまた。 何かこういうことができればいいなって思ってます。それでは皆さん、あの、ありがとうございましたね。<laughs> あの、長々と聞いてくれて、じゃあ、またよろしくお願いします。バイバーイ